始まりました。毎度おなじみボートレーススペシャルライブですが、今回は SG 第67回ボートレースダービーを舞台に船券対決を行っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。にぎやかです。はい、しわいしゅんです。よろしくお願いします。お願いいたします。いや緊張する緊張されてますか。はい、というのも実はボートレースが初めてです。おー、なんかいろいろ勉強しようかなと思ったんですけども、はい、まあ、今日は本当に初めてでどこまでこれを勉強して結果出せるかっていうのに挑戦したいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。大久保さくら子です。よろしくお願いします。お願いいたします。大久保さんはボートレースはどうですか。私も初めてで本当に無知なんですけど、なんかちょっと私全然知らないのにこの場にいて大丈夫なのかなとかすごい不安になっちゃったんですけど、はい、もう開き直って学びながら楽しめたらいいなと思います。海賊オランナール石川ごとみです。よろしくお願いします。お願いいたします。最初に聞けたルフィ、いやいや公認なんですよね。そうなんです、うん、ルフィの声優の田中真弓さん公認でルフィのモノマネ芸人としてやらせていただいてるんですけど、はい、いつもコスプレをしてねこうやって出させていただくんですが、ちょっと今回私服ということで、はい、本物のヒーローにただのちょっとおばちゃんが混ざったのでここも当てないと私帰れないなと思ったんで何か大人の事情ですかかもしれないですねここでルールをご説明しましょう。9レースから12レースの4つのレースで船券勝負を行います。皆さんにはこういったカードがありますので、これを引いてそれに合った買い方を、ね、してもらいます。はい、そして軍資金なんですが、うん、各自4万円です。予想を的中させることでこのビンゴのマスを埋めることができます。1列完成するごとになんと皆さんに軍資金が5000円ずつプラスされます。なるほど、頑張りましょう。これまた次にビッグな配当狙えるチャンスということになってるんですね。うんうん、では大久保さんから見せていただきましょう。はい、今回の買い方はこちらです。ダダン、じゃん。おお、いい。3連単4点ボックスです。いいんですか。はい、いきます。ゼデン、うわー、来たー。3連単5点ボックス、うんうん、もう先ほどの4点よりも1個上です。ほぼ当たります。6色の中でこれいらないなっていうのをプッてしちゃえばいいです。そうです、1個だけ。こんなもののガトリング、これだ。あ、5点ボックス。これは初っ端こんなボーナスタイムあります。ボーナスすぎてですね、はい、イン逃げたらどうしよう。イン逃げたらどうしようさあ、ということで第9レース、それぞれの買い方で予想をしていくわけですが、うん、大久保さんが1246と1256の4点ボックス2つですね、はい、それぞれ12346、5点ボックスでそれぞれ100円ずつですから、6000円です。共倒れにならないように、ならないように、はい、みんなが当たるように。3号艇枝尾選手を泣く泣く切りました。12456の5点ボックス、うん、さあどうだ。よっしゃ、もう今ミンとして難しくなけんのフリップとしてももう桜子さんからだけ、桜子さんしか映してないって違う違う、さあさあ、これはおー、ぐちゃ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 、赤抜けた。3と5、え、3と5、ちょっと待ってくれよ。やばい、うわ、やばい、嘘でしょ。いや、これはこれみんなを抜けないように。いや、よっしゃ。いや、でも3着にやっぱレッドなんだよ。奇跡の抜けでこんな4点ボックス、いや、これすごいな、一番当たりやすいボックスで、すごいな。いやいやいや、いや、これはすごいぞ。いな、これは無理だよ。あ、これは無理だよ。5番となりました。残念ながらここのスタジオにいらっしゃる皆さん全員ハズレでございます。あ、くそー、やられた。これはなんとも悔しい。どんな顔してるんですか、さくらちゃん。むーって、もうここギュッてやってましたよ、ギュッて。ちょっと待ってください。悔しいです。4点ボックスと5点ボックスを2枚ここで使って、うん、ビンゴが開かないことがあるんですか。そんな抜け目が気づかなかったですよ、この抜け目。ということで、まあ、気を取り直して、はい、それぞれの変身ポーズとか宴のセリフは、はい、また次回もいなしということになりました。強敵が現れたということで、うん、はい、こちらです。現在の、うんうんうん、こちらです。こんだけあれば大丈夫。軍資金はこのようになりました。うん、これでも1前前でも峰選手が売れるんじゃないですかね。だから、うん、意外に1アタマでもどうだろう。お、はい、こういってみようかなと思います。すごい、大荒れの目。4前前3前前だってさっき3来たじゃないですか。はい、これ来たらでかいですよ。めちゃめちゃでかいですよ。124も、うん、124も足せ。あ、124、そうですね、うん、ここは押さえておきたい。ここは押さえておかないとね、うん、赤押し。ちょっと被るけれども大丈夫。あ、被ってる、あ、被ってるんだっけ。いい、全然いいです、いいです、一緒か。2前前と3前前ということですね、うん、そうしよう。
はい、これで確定させます。はい、よっしゃ。予想の方は。よし、頼む。4号艇の徳増角。よっしゃ。さあ、どうだ。5号艇の今垣幸太郎。頑張れ。これは並ぶかな。スタートしてきた。これだとうち優勢かもしれないですね。これは逃げるか、うん、これは逃げるかもしれない。さあ、皆さん刺さるか。あ、刺しそう、刺しそう。刺さる、刺さる、いらないか。あ、でもどうだ。あ、いけないか。やっぱ早いな。1ボックスのね、石川さんありですからね。そうですね、ギリギリ足したやつ。 あ、でも3号艇石川さん、おっと、いけ、選手頑張ってますよ。レッド1、2、3、レッド、レッド、レッド、いけ。やっぱこれ波ですごい。今のところ大久保さんと塩谷さんの予想的には、うん、ちょっと残念な感じですけど、うん、ですね、終わってみればの 1、2、3。 そうですね、あ、厳しい。はい、1番、2番、3番でゴールしました。ということで、うん、的中したのは石川さんの 1、2、3 ボックスです。おめでとうございます。大変だの額は稼げてないですさあ、2連単が1番2番290円、3連単1番2番3番が720円という一番人気の結果でした、うん、はい、皆さんの金額こちらです、うん、うん、順調に減っていって、こちら順当に減ってる。いけるいける、いけますよ、というイメージ、うん、あと2つのレースでこれ全額ね、軍資金使い切らないといけないので、はい、そのあたりも考えて、はい、はい、わかりました。お、ヨン様に見えてきたって来てますよ、ありがとうございます。確かに、確かに。ちょっとだけ、ああ、ああ、ちょっとだけ、ね、ちょっとだけ俺はこれだ、じゃん。おー、4点ボックス。こもこものガトリング、これだ。おお、来た、さっきのやつだ。桜子さん、お願いします。はい、2連単。おー、難しい。1、2着を着順通りに予想ということですね。すごい。こちらでね、狙っていきましょうか。これだから1号艇をどうするかっていうのが、うん、一番の問題かもしれないです。ババン、ダダン。おお、絞りに行きました。はい、よし、これで、お、はい、もうビンゴを埋めるあれで行きました。3連単2、3着流し、1全然、はい、2全然。ちょっと皆さんからの意見も聞いて。お、お、よかった。でで、かわいい。ちょっとなんだ今のかわいかった。はい、ででん、はい、決まりました。1、2、3、5の4点ボックスと、はい、1、2、4、6の4点ボックスと、はい、なりました。シュート行くぞ。お、お、ウルビさん行ってるんじゃないですか、これ。行けました。ちょっと出た。あー、でも上を行くまではないので、サッシがどうか。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 キリュウさんもいた。キリュウさんもいた。伸びの可能性ありますか。モーターいいですから、モーターいいですから、これ。握りやってきて、あ、そう、それが少し矢先浮いて、あ、シャンナー、1、2、3かな。あ、これはまた1、2、3か。これはどうなんだ。これはすごいな。いやー、すごいな。すごいですね。すごいね、これは。結果は、ゴールです。1番人気だ。1着1番、2着2番、はい、3番でゴールしました。もう一応念のため貼るということでね、もう行かないんですけどね。すいません、すいません、一応ね、ペタッとね、ありがとうございます。そして4点ボックスがここということで、はい、あの左側をすごくこう埋めていく感じになりましたので、ね、初戦当たってたらこれ2個2列つけたんだよね。そうですね。はい、ということで11レース、2連単1番2番280円、3連単1番2番3番が810円ということになりました。はい、ではあの公約を勝手に作りまして、当たったら変身ポーズということでしたのでみんな行くぞ、忍風忍びチェンジ、はぁ、かっこいい。ありがとうございます。わ、すごい。今日はもうこれでもうおしまいという感じ。当たる当たる。これはもう12レース当たりますよ、これは。さあ、残りの軍資金金額ができましたので発表しましょう、はい、こちらです。ババン、ケンちゃん、全額使い切ってくださいね。いけるいける。3連単にしました。お、1万すごい、かっこいい。123に1万円、これめちゃくちゃかっこいいですね、うん、よっしゃ。塩谷さん、こちらです。ドン、2連単です。おお、35、1万円、315,000円、532,200円、そして1235の4点ボックス、それぞれ200円ずつと
はい、135なら、あ、135なら、あ、全員当たりもありますね。あ、全員ドキドキするこれ。さあ、そして船足の良さ、インパクトを与えました。よし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 、5号艇作動、いけ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 、よしよし、いけ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 、これだと、お、頑張って、シレさん、シレさん頑張って、おー、シレ選手頑張って、シレさん逃げて、シレさん逃げて、おー、あ、1、1、頑張れ頑張れ、うわ、うわ、薄島選手来た、あ、これ、うわ、すごい、なんだ、青も来てる、青も来てる、待って待って、青、あれ、4って誰か、なんだこれ、やばいやばいやばい、ちょっと、サインじゃ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 、うわ、なんか来た、すごいこれ、みんな来てる、え、嘘、頼む、全員当たりたい、来て、うわー、すげえ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 、いっか、超接戦、5本だ、来た、よし、え、これかもしれないでしょ、全員当たるかもしれない、1、1、3、5、全員当たる、1、3、5、1、3、5、全員当たりますよ、ほんとに、お、来た、来てる来てる来てる、え、1、3、5だよ、1、3、5だよ、来た来た来た、え、5は来た、え、なんかめっちゃ早い人来た、めっちゃ早い、5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 、
な来たなじゃない。やった嬉しい。最後に全員揃って。最後に全員揃って。待って祈りましょう祈りましょう。こいこい。頼む。みんなみんなゴールしたら行くぞ。行くぞ行くぞ。ラスト。無事に。よしよしよし。ラストラストラスト。そのまま。行け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 。ゴール。よっしゃ。やった。すごいですね。すごい。みんなやったー。すごい。これは本当。最高。よかったー。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。皆さんありがとうございますよ。最高。いやー、ちょっと寿命が縮んだかもしれない。ね、すごいね。1番3番330円、はい、3連単1番3番5番が1050円、うん、ということになりまして、はい、なんとチャレンジャー3名皆様。大当たりです。ありがとうございます。よかった。じゃあちょっともう一個僕の決め台詞言っていいですか。お願いしますか。じゃああのこうなったからちょっといい台詞があるんで、はい、お願いします。いきます。俺たちは伝説の後継者なんだぜ。いやー。なんか最高。ちょっとちょっと桜子さんもありますよ変身ポーズ。あります。お願いします。スターチェンジ。忍びスターカメレオングリーン。かっこいい。集計結果が出ましたので、今日皆さんの軍資金がどのようになったのか発表しましょう。こちらです。お結果発表。あれ、ですね、どういうことですか。はい、どういうこと。ちょっと待って、プラスになった金額ですよね。あんなにも喜んだ後にそのということで、大久保桜子さんが 47,250 円になりまして1位です。優勝です。続くのが石川琴美さんの 39,900 円、はい、100円マイナスという一番ダサい結果になってしまいました。ちょっとこれしゅんさん、あれしゅんさんどういうことですか。これあれあれこれ4800円かけたのに、そっか、ボックスだから2100円しか買ったことになってないんだ。はい、これが大きな敵ですね。プラスになったなっていうのは桜子さんオンリーということになりまして、男前だ。砂剣の買い方がこうなりました。嬉しい、よかった。これはシュンシュンどういうこと。シュンシュンどういうこと。2だから2で、うん、続編に期待して、皆さん続編に期待してお願いいたします。シュシュッと誰かのシリが来ました。誰かのシリが。ちょっと待って、ごめんなさい。今いろんなことで、あのシリが本当に反応しちゃって。そしてあのシリがよくわかりませんと言ってました。こういうことになった、どういうことになった、どういうことになった、ことになりました。うん、でも楽しかったですね。なんか久しぶりにこんなにワクワクしたというか、こんなに熱が上がりました。嬉しい。一回だけじゃちょっと物足りないなっていう。これからちょっと僕も勉強して、なんかプライベートでもちょっと行って。あ、どう。この熱は燃え上がってきそうな感じがしました。うん、とりあえずビール買って帰ります。はい、はい、それではまた明日お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。